映画館案内っていうのがあるんです。小坂井くんがもう映画館始まってんのに後から来た人で、暗闇の中で懐中電灯で僕を席に案内する。で、僕がこう歩いてると小坂井くん自分の足元だけ照らすわけと、僕がちょね、そこなんで照らしてるの、いや見えませんから。そうじゃないよ、お客さんの方照らさなきゃいけないでしょって言うから、小坂井くんがこうやるわけ。それがやめろよ、何やってんだよ、だってお客さん照らせって言ったじゃないですか。違うよ、足元だよ、足元照らせって言ってんだよ、やめろよっつってね、それのね、鉄板のやつやったんですよ。ドカンドカン受けてやったっつって実力示したぞっつって、で後でおい関根小坂来い、なんであんな受けんだよ、俺たちの台本通りのネタがお前らのアドリブみたいなやつに勝てるわけねえだろ、めちゃくちゃ怒られたんですよ。だったら役くれよっつって、でそれの後半の方にはシンバルもらって、2人でこう1個ずつ持って、はい、ダーンって